ただいまから文化環境委員会を開会いたします。本日は文化市民局関係で報告2件の聴取を、次に環境政策局関係で報告1件の聴取を行います。なお前回の委員会で環境政策局及び文化市民局に要求いたしました資料は議員団室に送付しておきました。また本日は庁舎の建て替えに伴う工事により騒音振動が発生する恐れもございますのでご了承願いたいと思います。それでは文化市民局関係の報告聴取を行います。まずはじめに京都市美術館屋外彫刻作品空にかける階段 88-2 の移設についてご報告をの報告を聴取いたします。B 社報告願います。川口美術館整備担当部長。はい、おはようございます。それでは説明をさせていただきます。着席して報告してください。ありがとうございます。はい、京都市美術館屋外彫刻作品空にかける階段 88-2 の移設についてでございます。お手元の委員会資料をご覧ください。美術館の屋外彫刻作品空にかける階段 88-2 につきましては、当初から美術館といたしましても作家と同じく美術館の貴重な収蔵作品として作品を保存展示したいとの思いを持ち、作家のご意向を丁寧に確認しつつ取り組みを進めてまいりました。また文化環境委員会におきましても一旦立ち止まって再検討するべきとのご意見をいただいたことを踏まえまして、改めて作品の取り扱いについて検討するとともに作家との協議を進めてまいりました。この度8月9日に作品の移設に向けた取り外し作業が完了いたしましたので、この間の経過及び今後の作品の取り扱いについてご報告いたします。まず資料の1、作家との協議及び広報検討の経過についてでございます。委員会資料は概略を取りまとめたものとなっておりますので、ここでは詳細をご説明させていただきたいと思いますので、横長の委員会資料別紙をご覧ください。資料の後半の方の、作家協議及び広報の検討経過メモという資料でございます。まず資料の1ページでございます。こちらの資料は、左側の列には、これまでの作家と京都市の協議状況を記載しております。で、中央の列が、広報や、工事の状況、そして右側の列が、市会へのご報告や委員会における審議の状況となっております。また、作家協議の列におきまして、作家との協議の回数ごとに、肩括弧の数字を振っております。例えば一番上の28年の10月のところの1、肩括弧1、10月というのはこちらの番号になっております。それでは、中央の列の一番上の欄をご覧ください。美術館再整備基本計画におきましては、作品付近にレストランの整備が予定されていたことから、平成27年の末に作品の移設方法の検討のため作品の強度に関する調査を実施いたしました。その結果、震度6弱の地震により倒壊の恐れがあり、耐震性に課題があることが判明いたしました。また作品に隣接する北側の区画におきまして土壌汚染が検出されました。レストランにつきましては、その後再入札において再整備工事からは外しましたが、作品自体の、耐震性や、土壌汚染の課題に対応するため作品の取り扱いにつきまして、次は作家協議の欄にお移りいただきます。肩括弧1の通り、平成28年秋以降、平成29年5月21日まで間に面談や電話などの形で8回にわたり作家の富樫実氏と作品の対応について協議を重ねてまいりました。作家協議の欄の3月の欄、肩括弧2をご覧ください。作品の耐震性を確保するため作品に補強を加える方法、それから分割移設をする方法、この両面の方向からのアプローチにつきまして作家と協議をいたしました。まず補強策につきましては作家に考え方をご説明したところ、外観が大きく変わってしまうということからご了解いただけずに分割移設の方法で検討することでご了解をいただいたところでございます。で、次に広報検討工事の列の3月4月の欄のあたりでございますが、移設の方向で作家と合意ができたため移設に向けて広報を検討いたしましたところ、作品の重量が1本あたり約22トンと非常に大きいこと、また作品が天然の石材で強度の保証がなく移設に向けた作業中の振動等により思いがけない箇所で割れる危険性があるなど、公共工事として安全性を確保するためには
作品を安全に取り外すことができるサイズに分割して再展示をする工法とせざるを得ないものという決断を一旦をいたしました。次に作家協議の4月の欄でございますが、片学校4、4月の18日でございますが、作家に作業の安全対策上作品を5分割して取り外す必要があることをご説明して、ご承諾をいただき、再展示につきても相談しながら平成29年5月に移設準備の工事に着手をいたしました。片学校の6をご覧ください。この移設の準備着手後でございますが、作品の再展示方法につきまして具体的に作家と協議をし、5月12日には作家から作品の特徴である先端部の平面が現状通り刀で切ったように揃うように展示してほしいというようなイメージをお示しいただきましたことを踏まえまして、先端部をできるだけ長く残すよう施工業者と工法の調整をいたしております。片学校の8をご覧ください。5月21日に作家から作品移設利用の再確認の電話をいただき、利用をご説明するとともに再展示のイメージについてもご説明し、満足ではないが仕方がないという旨のご回答をいただいたところでございます。しかしながら翌日22日でございます。失礼しますがちょっとページをまたぎますので次のページにお進みください。作家から分割せず現地で耐震対策をして保存してほしい、という意向が示されました。また資料の右の列になりますが、5月24日開催の文化環境委員会におきましても一度立ち止まって再検討すべきとのご指摘をいただきましたことから、5月下旬に完了を停止いたしておりました移設工事を一旦延期することといたしました。この先ほどの5月22日の下の片が50でございますが、5月25日木曜日、改めまして作品保存と安全性確保の両立を図るという観点で対応していくということを作家にご説明し、中央の列広報検討の欄に補強案としてまとめておりますさまざまな対応方策を再検討していくことといたしました。なお、これは作家協議の欄でございますが、6月の13日には作家が記者会見を実施され、現地保存案などをご提案されました。これらにつきましても実現可能性を深く検討してまいりましたが、中央の欄にございます通り安全性に課題があるなど公共工事としての採用は難しいものと判断をいたしました。他方で作品の非破壊検査また石材専門業者によります作品の実地調査を実施いたしましたところ、十分な強度を有する鋼鉄製の課題で作品を保持すれば作品の長い形状を保ったまま移設することが可能であるということが明らかになりました。この点につきましては資料の3ページ目になりますが、7月4日開催の文化環境委員会においてご説明をさせていただいたところでございます。以降3ページ目の7月の状況のご説明でございますが、7月以降は再被破壊検査の結果も踏まえつつ、6月に作家側から提案されました現地保存を含めて対応幅広く検討し、作家とも繰り返し協議を行ってまいりました。検討を進める中で補強案は補強材が目立ってしまい作品の形状が損なわれる、また十分な強度を得るためにはコンクリート等の補強材の重量が非常に重くなり地盤が持たないなどの課題があることが明らかになってまいりました。このため安全性を確保しながら現在の形のまま作品を保存展示する方法はないというふうに作家の方にお伝えてきたところでございます。合わせまして片学校の15になりますが、7月の13日、再整備工事の全体スケジュール上本体工事着工までに、作品周辺で埋蔵文化財調査などを行う必要があり、大型クレーンを、搬入使用できる時間が限られているということから、本作品の取り外し工事については7月中に着工する必要がある旨も作家側にお伝えしているところでございます。次、片学校16のところですが、7月21日に再度安全性確保の観点から可能な限り作品の長さ原型を保ちながら作品を一旦取り外し横置きにしておき、再展示方法については継続して時間をかけて協議するという移設案を作家にご説明し、協議の結果、このページの中段にございます、中段左側の箱書きにございます対応方針を確認したところでございます。こちらの確認内容につきましては、記載の通りですが、可能な限り現状維持することを原則とするということと、3つの方向性を確認したものとなっております。
このページの下段、片側の17になりますが、7月27日に作家側からすり鉢状での形状での採点時の確約が、まあ、作品取り合わせの前提であるというお話をいただきましたが、21日の確認内容といいますのは採点時の検討の方向性を確認したものであって、まあ、現時点で確約するのではないと、で法的また技術的また経費の面の観点からも検証が必要であるということから、今後も作家と協議しつつ進めていくということを再度確かめたことでございます。この時点での委員会資料の1ページにお戻りください。この1ページの1、作家との協議および広報検討の経過、両学一の確認書締結までの項につきましては、これまで申し上げました経過を、まとめたものと、なっております。で次に、委員会資料の2ページの、両学校に移設工事直前までをご覧ください。8月2日に作家側から作品を現地に残したまま作品の根元を補強する根巻き工法という方法によりまして耐震性を確保するという提案をお示しいただきました。この案につきましても改めて検討いたしましたが残念ながら十分な効果を確認することができませんでした。先ほどもご説明いたしました通り作品の移設に向けた取り外し工事につきましては7月中の着工を見込んでいたところ、まあ、様々な候補の検討や作家との協議に時間をしていたため、まあ、できるだけ着工を遅らせてはまいりましたが、工期上、まあ、ギリギリのタイミングとなってきましたことから、取り外し工事について作家にご説明するため、8月7日に、協議の場を設けまして、上記の検討結果についてご報告するとともにこの以下の、括弧に入った項目についてご説明をしたところでございます。まず最初に現地補強材につきましてはいずれも補強材が目立ちまして作品の外観を大きく損なう結果となることから作品をなるべく長い状態で取り外し今後の再展示方法を考えていくことが作家また美術館両者にとって最良と私たちが考えていること。次に2つ目の項目ですが作家のご意向を踏まえましてさまざまな候補の検討を行ってまいりましたが長大で重量のある天然石の本作品の取り扱いにはさまざまな困難や制約を伴います。そのことから作家のご希望を 100% 満たせない部分はございますができる限り作家のご意向に沿う、展示保存としていきつつ、安全性も両立できる案であると考えておりますので、まあ、移設案を提案していること、この移設候補におきましては作業の安全上作品を課題にボルト固定するための穴を開け作品の地上に出ている部分を、基礎から切り離すという候補でございます。で次に作品をできるだけ長い状態で移設するためには大型のクレーンが必要であり再整備工事のスケジュール上翌日8日から着工せざるを得ないこと多くの方が京都市美術館の再開館を待ち望んでおられ再整備スケジュールには遅れを生じさせない状況であること、前もって7月中には着工する必要があるとお伝えしていた通り、まあ、時間的な制約がある案件であり工事着工に了解をしていただきたいこと、このタイミングを逃しますと大型クレーンでの作業ができなくなり、まあ、作品を分割して移設するしか、まあ、方法がなくなってしまうということ、で最後に再展示に関しましては確認書に基づきまして引き続き、まあ、真摯に協議を続けていくということであること、まあ、以上をご説明しました。で資料3ページにお進みください。8月7日当日はただいま申し上げましたご説明につきまして長時間にわたり作家側と協議いたしました。しかし作品を課題にボルト固定するための穴を開け地上部から切り離すという工法には納得されなかったことから、まあ、一旦、協議に休憩を設けましてその休憩の間に再度施工業者と私たち美術館が協議いたしまして、なんとか作家の要望されている根元から掘り出す工法ができないかとその可能性可否について再確認いたしましたが、長大な石柱を支えている基礎部分を掘り崩すことで危険性が高いと採用は困難ということを再確認したこととなりました。この協議におきまして作家から最終的には冷静になって考えたい、まあ、時間が欲しいとのご返事をいただいたことから、まあ、一旦協議を中断し翌8日改めて返事をいただくことといたしました。で、8月8日でございますが、美術館から作家側にご連絡を取り意向確認を行いましたところ、以下のとおりのご回答でございました。着工することは決まっているのだろうが、候補には納得できないこういう候補しか選択できない美術館の立場は分かると。で同日再度美術館から作家にご連絡し改めて工事を進めていることをお伝えしたところでございます。
次、2、移設工事着工に至る本市の判断についてでございます。まず1つ目といたしまして、7月21日に取り交わしました確認書におきまして、作品を取り出すことには合意をされていること、2番目といたしまして、8月7日に他に代替方法がないことを説明した際の作家側のご反応、3番目といたしまして、8日当日の電話による意向確認でのやり取り、これらを踏まえまして、これまでの一連の対応を検証した結果、美術館として作家側は広報に関しては了解されていないものの、長い形状を保ったまま作品を施設するためには移設工事着工についてはやむを得ない状況であることを認識されていると判断したものでございます。広報については了解が得られませんでしたが、作品の耐震性や施工中の安全確保の観点、再整備のスケジュール管理、必要となる経費などから所有者である京都市の責任として着工を判断したものでございます。3、今後の方向性についてでございます。作品の再展示につきましては、安全性、経費、オフィススケジュールなどを踏まえつつ、引き続き、検討を進めてまいります。ご説明は以上でございます。はい、ありがとうございます。それではただいまの報告につきまして、何かご質問はございませんか。はい、それでは吉井委員。おはようございます。5月24日の、この委員会で、もう一度ね、検討すべきと、立ち止まって検討すべきということで指摘して以降ですね、市として、作家側の皆さんからの提案も含めてね、この間、広報と検討されてきたというふうに思います。でこれまでね、改めてですけど、市としてどのようなスタンスでね、どのような考え方で、作家側との協議に臨んで着工に至ったのか、まずお答えください。川口担当部長。はい、これまでの、作家との協議を含めました、この、望みにあたりましての本市のスタンス、考え方についてお答えします。まず京都市美術館の貴重な収蔵作品の一つであります。この作品をなんとか保存展示をして残していきたいというところにつきましては、当初から美術館も作家側も全く同じ思いであったというふうに考えております。で作家のご意向を丁寧に確認しつつ、取り組みを進めまして、京都市としては、収蔵作品としての、保存展示としての在り方、それから公共施設として求められる、安全性の確保、この両立を図ることを前提として取り組みを進めてまいりました。本作品が非常に長大で重量があると、また天然石でできているということから、作品の取り扱いにつきましては安全面でさまざまな制約や困難がございましたが、京都市としては作品の内部の見えないところの状況も把握するため非破壊検査を追加実施いたしまして、また安全面については施工業者とも繰り返し協議を行うなど、作家側の要望を踏まえつつ作品の保存展示と安全性の両立が図れるよう最善の策を見出すために作家と協議を進めてきたところでございます。で作家との協議におきましては、作家の方から、繰り返し、現地でそのまま保存するという案や、また現地で補強を加えて残すという案を、いただき、それらを検討した後、移設し展示する案と、さまざまな案について検討を行ってまいりましたところでございます。まず最初に作家側からご要望がありました現地にそのまま残していくという件につきましては、作品の耐震性に課題があるということから、今の場所現地はその人の往来が非常に多い神宮道に非常に近いというところにありますので、日地震があったときには人命の危機も及ぶだろうということから京都市としての採用は難しいというふうに判断をいたしました。次に現地での補強案についてでございますが、こちらにつきましてはさまざまな方法があるのですが、どの方法を取りましても作品の外観が大きく損なわれてしまうということ、それから補強材が非常に必要な補強をしようとしますと補強材の量が非常に多くなりまして、重量が課題となると、で地盤が不動沈下するというような恐れも生じてまいりまして、その工法上の問題として採用できないという判断をしております。
で、現地保存また補強、まあ、いずれも安全性がなかなか確保できないということから、7月21日のサッカー競技におきましては、移設をして、まあ、再展示をするという方向で、確認書を取り交わしたものとなっております。その後、移設工法の協議におきましても、作家の方からはですね、地上部で取り外すのではなくて地中の基礎の中に含まれております、作品の部分、地中の見えない部分もそのまま取り出してほしいという要望をいただいておりましたので、なんとか実現するべく検討してまいりました。しかしながらその地中部分からの取り出しにつきましては、作品を地中で支えている基礎を、まあ、壊してしまう必要があると。でその際に、基礎を掘削するにあたりまして、まあ、機械でありますので、まあ、非常に大きな振動が加わりまして作品自身が破損する恐れがあると。それから、作品の基礎は作品2本があるんですけど、2本で1つの基礎の上に立っているという構造になっておりますので、崩していく過程におきまして、作品が傾いてしまうような懸念もあるということから、作業の安全性が確保できず、まあ、公共工事としては採用できないという判断をいたしまして、その旨作家にもご説明をしたところではございます。そのことから、やはりその現地補強策は外観を損なうと、で作品をなるべく長い状態で取り外すということを前提といたしまして、今回私が提案しました課題に固定するという方法が一番いいということで、作家の方に、まあ、今回工法をご提案したというところでございます。で、まあ、以上のように、まあ、作家側の提案やご要望も含めまして、さまざまに私たちの検討を尽くしたというふうに考えておりまして、京都市といたしましては作品の保存展示と安全性の両立と、そのためにはこれ以外の方法がないと、また移設作業のタイミングも今に限られるということから、まあ、京都市で今回の工法によります、移設着工を判断した、こういう経過でございます。理事社に申し上げます。答弁は簡潔にお願いしたいと思います。吉井委員。まあ、今考え方ね、言ってもらいましたけど、その前に説明いただいた横長のね広報の検討の経過メモありますよね。でこれ、まあ他の委員の皆さんもどう思ったのか分からへんけど、これもっと早くね、私委員会の中で説明出してもらって説明していただいたらよかったんちゃうかなというふうに感想を思いますしね。まあそもそもね、まあ、市の説明、そして市の思いですね、それが作家の皆さんにしっかりと伝わっているというふうに皆さん思ってはるのかどうか、その辺いかがですか。川口担当部長。はい、私たちの思いやそのご説明が、まあ、作家に十分伝わっているのかどうかという点についてでございますが、まず私たちの思い、この作品は美術館の収蔵作品の一つでありますので、まあ、なんとか作品を、まあ、展示保存していきたいということにつきましては、まあ、繰り返しお伝えしてきたところでございます。ただ同時に、安全性の確保ということも大事ということでありまして、この、まあ、保存展示と安全性の両立が必要であるということにつきましては、作家にも繰り返しお伝えをしてきたところでございます。でやはりこの作品は非常に、まあ、天然石で扱いづらいということから、さまざまな制約があるため、まあ、7月21日の協議では、まあ、移設して再展示をするという方向で、作家側と、まあ合意確認に至りましたので、まあ、この点については、まあ、十分ご理解をいただけているものと考えております。でまた最終的にその、移設工法につきましても作家のご要望も含めて、検討してきたというところで、結果的には広報についての検討は了解をいただけませんでしたが、作家に対しましてはその点、不可能な理由については繰り返し説明してきたところではございます。で、まあ、京都市としましてはその万策が尽きるという中でですね、作品をできるだけ長く外すには、まあ、他に工法がなく、まあ、現在のタイミングを逃すと、まあ、作品を分割するしかないということから着工に至ったというふうに判断しておりまして、その点についても繰り返しお伝えしてきたところでございます。
吉井。今少しおっしゃったけど、万策尽きるということであったらね、私は仕方ないと思うんですよ。でも作家側の人も含めてそういうふうに思ってはないの違うかな、で、言ってさっきの最初の説明の中もあったし、繰り返しになりますけどね、今回の移設の工事の着工について作家側の了承、了解、その部分については市としてどのように認識されてます？川口担当部長。作家側の了解ということについてでございます。8月8日、着工いたしました朝でございますけれども、今日美術館から電話確認をしました際、作家側からは、広報については了解できないという回答はございましたが、本市といたしましては、まずはその前日の8月7日の長時間にわたる協議の中で、安全上、他に変わる方法がないことを、それからまたこのタイミングでしか着工ができないことを説明し尽くしたと考えておりまして、その際の作家側の反応、それからそもそも7月21日の確認書においては移設すること自身については合意をいただいていたということから、作家側におかれまして移設工事着工がやむを得ない状況になることは作家側もご認識されているものというふうに判断をしたものでございます。吉井。我々に対してはね、やっぱり一定ね、了解されたというふうな私は説明だったというふうに思ってます。で、今おっしゃったこれまで説明し尽くしており、その際の作家側の反応として7月21日やね、確認書移設するという合意、その部分踏まえ工事着工についてはやむなしと判断したというふうに我々にね、そのまま説明してもらったらいいんじゃないですかね。なんでその何やろう、もうほぼ向こうが了解されたみたいなことに我々に対してのね、我々が受け取った認識ですよ、我々私が受け取った認識はもう向こうがね一定了解されたというふうな説明で、私聞いた時はそのようにあったというふうに思うんです。でも今そういう形で皆さんがこういうふうに思っておられると思うと、その中で一定判断をしたという今おっしゃったそのままを我々に伝えてもらったらよかったんじゃないですかね。なんかそんなとこでなんか我々、私に対して了解したというふうな形、ほぼそういうふうな私は受け止め方をしたしね、そんなふうに我々に説明してもらってたら、実際問題向こうがどう思ってはるかっていうのは分からないわけじゃないですか。皆さんがこれまでの経緯も含めて一定こういう形の中で理解していただいたと思ったということをそのまま私に言うと思ったらよかったん違うかなってすごく思います。だから私自身聞いたときは、一定ご了解をいただいたんやなというふうな認識で私はあったしね。そやけど向こうがどういうふうに現状の中で思ってはるのか、まだ新聞にはね確か掲載ありましたよね、了承はしてないというふうな、今ちょっと手元に持ってへんけど、そういうことで新聞には載ってたと思うんですよ。だその辺どんなふうに受け止めてはんのか、これまでね文化市民局川口さん先頭に一生懸命これまでも今横長の経過メモを見ててもずっとこれまで一生懸命向こうとは協議していただいてたことはねこの中では分かりますけど、肝心要の最後の部分の中で着工に至るという時になんか我々の説明と実際問題向こうがどう思ってはんのかというふうな状況の中で私自身がこう不審に思うようなねことがあっては全然ならんと思うんですけどね、そのあたりどのようにお考えです？吉田局長。
先ほども川口副館長の方から説明ございましたように、この美術館の屋外彫刻作品につきましては、これまでから作者と我々同じ思いでこの作品をなんとかこう保存展示できないかということで、作者とも情報も共有もしながら、作者の意向も確認もしながら作業を検討して作業を行ってきたというところでございます。5月の22日に作者からこれまでの確認をしてきた内容とは異なりまして、作品を分割せずに現地で耐震対策をして保存をしてほしいという旨もの説明もございました。でその際にも議会からのご意見もいただきまして、その一旦立ち止まったというような形で改めて作品の保存とその安全性を両立できないかということの検討をさせていただいたというところでございます。いろいろなさまざまな議論その間ございました。ただ7月の21日に移設を確認をできたのもその流れの中というふうに思っています。このようにやっぱり美術館の貴重な収蔵作品としてなんとかこの作品を保存展示したいという思いはやはり一緒だったのかなというふうには思っております。ただ移設をする際の工法において先ほどもご説明させていただきましたけれども、作品をなるべく長い状態で取り外して、今後の再展示方法を考えていくことが作家美術館にとって最良ではないかとして、作品を課題にボルト固定をして地上部分だけを取り外して再展示をするという今回の工法提案をしまして、先ほど委員の方からもございましたように、そのことについて作者側の方は納得はされてないというところでございます。ただここまでの本来であればここまでの正確な事実を我々の方も先生方の方にしっかりとお伝えをしなければならないというところを今回市側の認識だけをお伝えをさせて、お伝えを したということで大変申し訳なくというふうに思っております。美術館だけじゃなくて、局としてのスタンスについては先ほどご説明をさせていただいた通りでございますけれども、美術館だけではなく局としてもその段階で冷静な判断、それから確認が不十分であったというともに、局の運営を担っております私としましても、そこの点についてはしっかりと指導それから指示ができてなかったと、そこの点を怠ってたというふうに非常に反省をしております。大変申し訳ございませんでした。吉井、ここにもありますけど、一度は5月ですかね、分割してということで、了解をいただいたということやったんですね。だけどもその後やはりということ でその中でやっぱり作家の方と、協議をしながら、再展示に向けて京都市としては、共有していこうということでこれまで来たわけじゃないですか。だから一生懸命やってはる部分はね、私自身もこの先も言うたけど経過メモ見てやってきはったというふうには言ってね、理解します。だけどそれが最後に来てね、これまでどんなふうに我々がねやってきはったんやなというふうに、なんか不信感ばっかりが起こるようなね状況になってしまってるというのが、私はいかがなものかというふうに思うんです。当然所有権は京都市にあるわけです。でまだこれ切ってね再展示するにはそんな10枚20枚できへんわけですよ。莫大なお金がかかるわけですよ。だその部分についてはね、市民の皆さんがどう思わはるかというのもあるわけですよ。一方でだけどもやはり作家とも協議をしながら寄り添いながら京都市としてはね、なんとか再展示に向けてということでこれまでやってきはったわけですよね、だからその辺どう伝えるか、どうやっぱり分かっていただけるか、分かっていただけないとしても最終的にはご納得いただけるような方向へ持っていけるのかっていうのはね、やっぱり皆さんのねやっぱ思いやと思うんですよ。それがやっぱり伝わってなかったん違うかなというふうに思う、で我々に対してもやっぱり説明してくれたはんやろうけど、それは作家の皆さんにも伝わってへんし、我々委員に対してもねやっぱり思い伝わってなかったん違うかなというふうに思いますよ、だからそれはやっぱり文化市民局としてやっぱり大いに反省してもらわないとあかんというふうに思います。で今回のね作品の取り扱い、浅井さん言ってますけど再展示に
等々に向けてですね、これからどんなふうに考えて進めていこうと思われているのか、お答え願えますか。川口担当部長。はい、作品 の再展示についてということでございます。こちらの作品につきましては、美術館 の貴重な収蔵作品でございます。なんとか保存展示していきたいという思いは当初からの美術館また作家での思いであります。で、今後作品 の耐震性や施工中の安全確保、ま、必要となる経費の観点から、まあ、一旦は取り外しをいたしましたが、何度も申し上げますが、安全性や耐震性の確保をしながら、まあ、経費の問題を、まあ、経費の問題、それから、まあ、作家の意向も含めた芸術性、まあ、これらの課題がございますが、美術館 の収蔵作品としてふさわしい展示を、模索していきたいというふうに考えております。平竹製作館。7月18日 のこの文化環境委員会の時にですね、同じように吉井先生の方からご質問いただきまして、その時私の方としては、まあ、最後の最後まで作家の理解が得られるように努力を重ねたいと、まあ、その上で、まあ、納得いただけない場合は市として考える必要があるというふうなご答弁をさせていただいたというふうに思います。まあ、そのこともございまして、まあ、7日の日に作家側のと、まあ、美術館とで協議を行うという時にはですね、まあ、私どもも十分美術館で協議をいたしまして、決してこちら側からはですね、そういうなんていうんですか、まあ、ある種こう説明するのを放棄するというふうなことはなく、本当に粘り強く話をするようにというふうな話でですね、一手進めて進めさせていただいたと。ただ、まあ、8日の日にですね、美術館とその作家の側との、まあ、電話の協議の結果を聞いてですね、まあ、私どもとしてもできるだけ合意に基づいてことを進めたいというふうな思いは持っておりましたので、まあそういう連絡をもらったときに十分吟味したり協議したり、あるいは局内でですね、そういった内容について十分に検討した結果で、まあ、議員の先生方にご報告するというふうなことが、まあ、できていなかったということについては、先ほどご指摘いただいたように我々としても十分深く反省をしてまいりたいというふうに思っておりますし、そういったことを今後の今ご質問いただいた再展示についてですね、さまざまな課題もございますし、まあ、実際にどういう手法が可能なのかと、あるいは作家側が今そのどういう形で協議に応じていただけるのかとか、まあ、いろんな課題もございますけれども、今回のことを教訓にいたしまして、我々としては議員の先生方あるいは委員会にもご説明もさせていただきながら真摯に協議に取り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、どうぞご理解いただきますようによろしくお願いいたします。この度はどうも申し訳ございませんでした。吉井。反省してはります。今さらっと言ってはりますけど、ほんま反省してはるんですかね。なんかもういつもね、なんかそんなことばっかり聞いてるけど、本当に反省してはるのかと思いますわ、うん、なんかそんな、なんか我々としてはやっぱり不信感ばっかり出てしまうし、文化市民局の中でおっしゃってるけど、やっぱり今説明聞いてても、また反省の弁聞いてても、なんかとりあえず言うたはんのかなというふうに思うし、しっかり結果で出してください。以上です。進行いたします。倉田副委員長。はい、私改めて今もう一度伺いたいんですけれども、平竹製作館が反省という言葉をおっしゃいましたが、何を反省しておられるのか、改めてもう一度お答えください。平竹製作館。今申し上げたのは、8月8日の日にですね、美術館と作家側との間で先ほどご報告させていただいたやり取りがあったということについて、私としても報告、美術館から報告をもらいましたけれども、要するに詳しい状況とかですね、さまざまな内容をこう吟味をするようなこともなくですね、一定そういう一定のご了解が得られたというふうなことについて、きっちりと吟味をせずに、まあそのことを議員の先生方に、まあ、お知らせするとか、あるいはそういうことで、まあ動いてしまったということについて反省をしております。
倉田副院長。はい、私一番反省せなあかんのは取り返しのつかないことを強行したということですよ。先ほどもおっしゃいましたけどね、吉田局長も作家と同じ思いで作業を行ってきたとおっしゃいますが、作家と同じ思いで作業を行ってきたのであればね、軽々に作品を傷つけるようなこと絶対したらあかんことやったん違いますか。しかもあれだけ、長大な自然石を使った彫刻作品、もう二度と原材料は手に入らないと作家自身がおっしゃってるようなものですよ。そういう作品に対する思いがね、全く見えないんですよ。切ってしまうと、それだけはやめてほしいというのが作家の痛切な願いだったんじゃなかったんですか。私本当に心から抗議いたします。しかもですね、京都市美術館っていうのは公立美術館としては東京都美術館に次ぎ日本で2番目の美術館ですよ。そして美術館の使命として最も大事な活動は展示だと言われています。それはね、物をどこに展示するかという展示じゃありませんよ。作品そのものを心底愛して、その作品を深く理解して、そしてその作品をどのようにプレゼンするか、そこに技術や知識が発揮されると、それが美術館の役割なんじゃないんですか。作品を切ってしまうなどということをですね、なぜそんな簡単にできたのかということを私は本当に怒りを持ちます。いかがですか。心痛んでないんですか。川口担当部長。はい、ただいまご指摘をいただいております、作品の、保存することが、美術館の使命ではないかというご指摘でございますが、その点につきましては議員ご指摘の通りでして、収蔵作品を、守ってきちんと展示をしていくというのは美術館 の、 大事な役割でございます。私たちも、なんとか、この作品を、残していきたいということの思いは全く変わっておりません。ただしかしながら安全性の確保、これをなんとかならないかということで、ずっと検討してきたわけですけれども、物理的になんとも致し方ないというふうな判断をせざるを得ないというふうに至りました。その辺力不足で大変申し訳ないんですけれども、何も簡単に切ったとか、あるいはその切るのが大前提だったということは決してございません。本当に私も4月以降ですけれども、なんとかならないものかということでずっと一生懸命考えてきたつもりですし、本当に今回作品を残すと、なんとかして残したいということから穴を開けて地上部から切り離すという工法を選択せざるを得ないという判断に至りましたが、物理的にその動かせる大きさが非常に大変な大きさになっていると、であとまだ工期上もその、いつまでも置いてはおけないというか、いつまでも均等してられないと、なんとか一番いい方法ということで、今回地上部分の長い姿を保って取り外すという工法を選択して、非常に追加の費用も発生しましたが、美術館とまた作家の皆様に対し方々にとっても、私は、今は納得いただけませんが、これが最良の選択であったというふうに考えております。倉田副院長。鋭意努力したということを繰り返しおっしゃるんですけどね、しかし皆さんがおまとめになられた経緯をずっと何度も読み返してみてもですね、結局作家側との協議の中で出てきた案というのは全て作家側が提示しています。皆さん方が何とかしてこの作品を存続させようという真剣な取り組みをされたというのであれば、本来なら京都市自らがですね、こういう方法はどうかという提示があってしっかりだと思うんですけれども、いかがですか。川口担当部長。はい、広報 の、 提示ということについてでございますが、そもそもこの、お手元 の、 経過メモになりますと、
29年3月ということになりまして、1ページ目 の、 3月の、行でございますが、最初にはですね、作家に対しまして、補強するという方法もありますよということもご説明をしまして、私たちもその方法論としてはその、以前の説明の繰り返しになるかもしれませんが、この作品の課題、難しいところは天然の石材のみでできておりまして、引っ張り強度が不足していると、で地震になると倒れてしまうということがありますので、なんとかその引っ張り強度を確保することが、作品 の、 残す道であるという観点から、補強をするということしか、ありえないわけですけれども、それをご説明してしたところ、作家の方からそれは採用できんというご判断をいただいたというところが、出発点となっておりまして、私たちもそのできることについてはご説明してきたつもりでございます。倉田副委員長。しかしですね、議会の中でやっぱり鋭意作家の意向というもの、著作人格権を侵害するようなことがあってはならない、こういう指摘のもとでしっかりと協議をしてより良い案をしっかり作れというのが議会の私たちの要求でした。作家側からはその後もこういう方法はどうか、ああいう方法はどうかと血のにじむようなですね、皆さんお仕事をしながらですね、駆けずり回ってですね、なんとかしようという努力をされてきたわけですよ。しかし皆さん方はもうタイムリミットとしてスケジュール的にここまでだと、これではね、本来の美術館としての役割っていうのは発揮できなかったという結論だと思うんですね。で改めて問いかけたいと思うんですけれども、京都市が発注し、富樫稔氏が制作し納品した彫刻作品、これは京都市美術館の収蔵品であり、京都市美術館の収蔵品であるということは市民の財産です。この認識にご異論はありませんか。川口担当部長。はい、ございません。倉田副委員長。それならばですね、市民の財産の扱いについて、もちろん先ほど来吉井委員の質疑の中でもありましたように、市民の代表である議員で構成された議会にこの大切な重大な決断にあたってですね、きちっと手続きを踏むというのはやっぱり当然のことではありませんか。伝わった議員、伝わってない議員がある、そしてその伝え方についてもこれだけの疑義が生じているけれども、ここでいくら論じても切断された意思は元に戻りません。そのことの責任をどなたが取られるのかということを私は問いたいと思うんです。それから、事業者との契約についてですけれども、これ確認したいと思うんですが、松村組にこれ発注されましたが、当初の広報からは変化をしています。その都度契約の変更手続きが必要であったと思われますけれども、最終的に契約変更を行ったその内容と日時はいつだったのか、これお答えいただけますか。川口担当部長。はい、まずその市民の財産をということについてでございますが、私、美術館におるものといたしましては、美術館の管理している、一つの重要な作品でありますけれども、同時に、この作品のために一日でもその市民の皆様に危害が及ぶようなことはどうしても避けねばならんと、いう施設管理的な側面もあるというふうに思っています。その観点から大事な美術作品でありますけれども、耐震性というものが足りないということが明らかな以上、一定の対策が必要であるというふうに考えております。それからもう一つの契約についてでございますが、最終的には7月31日に契約を変更したところでございます。倉田副委員長。はい、その内容は何だったのか、いかがですか。川口担当部長。申し訳ございません。契約変更の内容についてでございます。この契約変更の前までは、
作品を取り外すという部分が入っておりませんでしたので、この7月31日の時点におきまして、移設用の課題を、によりまして、まあ、作品を固定して取り外すということを、契約をしたというところでございます。倉田副委員長。はい、それではですね、これは資料として提出をいただきたいと思うんです。これまでの、契約変更の内容、そしてその日時ですね、その契約金額の変化等々についてもこれ資料でまとめていただきたいと思います。それから市民の安全確保は、当然必要なことです。しかしそもそも当初からおっしゃっていたその危険であるという根拠については科学的根拠としては極めて曖昧です。詳細なデータを求めましたけれども出されませんでした。ですからね、もう出せるものがないとおっしゃるのであれば、その委託をされて業者から報告を得たという説明がこれまで議会でされてきましたけれども、その当事者である私は事業者に直接この議会で、質問をさせていただく機会が必要だろうというふうにも思いますので、この点については委員会としての計らいになるかと思いますので、委員長のところで一旦受け止めていただけたらというふうに思います。それから次に、移りますけれども、京都市は作家側の提案についてはですね、その受注業者に、検討させてきたということでこの間の経過書かれていますが、私河合議員と一緒にその1体目の切断工事がされるその日ですね、現場際で市民の方々と何とか止めてもらいたいという要請をしましたが、その時も皆さんが朝市民の方とやり取りをされた際に、松村組がこれしかないと言っていると、こういう理由付けをされてきました。事業者が不可能だとしたので切断移設しかないと判断と、こういう説明をしてこられています。しかし私はね、先ほども言いましたが、ここに京都市が真剣にこの彫刻作品をこの破壊を防ぐっていうね、私は主体的姿勢のなさが現れているというふうに思いました。本来市民が提案するまでもなく、美術館が美術品の保存方法を検討し、その実行を業者に発注指示するというのが皆さんの立場のはずです。それが当たり前ではありませんか。やっぱり美術館としてですね、最も重要な責任を私は放棄してこられたと、このことを言わざるを得ないというふうに感じていますけれども、いかがですか。川口担当部長。美術館として、役割を放棄しているのではないかというご指摘だと思っております。私たちもその松村組が、こういうふうにおっしゃるからそれしかないという判断を単純にしているのでは決してございません。今回、作品をその、形のまま今の地中部分まで保ったまま、取り出そうとするということ を、客観的に考えてみますと、22トン高さが11メートルもある、非常に細長い石柱が今現に立っているわけですが、その根元をどんどん掘り崩していくということが、いかに危険であるかということを考えたときに、私たちは到底その発注できる内容でないと、例えば何か非常に候補がありましてですね、技術にできるということであれば別ですけれども、業者さんも真摯に検討してですね、もう安全にはできませんと、そういうふうな判断が出ている以上、それをその発注者の責任として何とかやれということにはやはりならないのではないかなというか、ならないと私は思っております。先生もおっしゃいますように、美術館の役割はやはり美術品をきちんと守っていくことですし、傷をつけたらあかんというのはもう原理原則ではございますが、今回のように安全性にかかるということになると、いろいろ考えたわけですが、万策尽きたといいますか、私も今の方法しかないなというふうに今思っております。倉田副委員長。そんな、軽い判断で切られたのかなってもう改めて思います。あらゆる方策を検討したという過程が見えないんですよ。
しかも議会に報告されてませんよ。何をどのようにどなたが検討されたのか、どれだけの専門家が集まって検討されたのか、そういったことも何も見えない中で切られてしまったと、これが実態です。私やっぱり7月18日の委員会で作家の意思を尊重することと協議の結果結論については議会に報告すること、これが求められていましたけれども、しかし京都市はこれも無視をして強行したという実態です。これ市長の指示だったんですか、いかがですか。はい、議会といいますか文化環境委員会へのご報告に続いてでございます。私たちは、できる限り資料もオープンにしてきたつもりです。例えば先ほど議員からご指摘のありました耐震性の件につきましては6月2日に報告をさせていただいたところでありますし、非破壊検査の結果につきましても7月4日の委員会でご報告をさせていただいております。また先ほどの7月18日の委員会では確かにそのようなご指摘もいただいたところですが、私たちいたしましては期限に限りがあるので、7月21日に予定している協議で、作家と進めたいということや、その際具体的に作品を取り外して、横置きにするということについても説明してまいりましたので、私たちは必要な時点において その時点で分かっている、最新の情報をご報告してきて今日に至っているというふうに考えております。倉田副委員長。しかしね、皆さん今日は京都市がまとめられた経過説明に基づいての今質疑をやっていますけれども、当事者の方からはねこういう抗議が出ています。8月8日火曜日午前9時半の美術館への我々の回答は京都市の説明は全く嘘ですと、作品に穴を開け切断する工事には断固反対しました。基礎を崩して掘り起こす工事を了承した経過はありますが、その後京都市から示されたのは穴を開け切断をする図面、これを渡されたので断固反対をしました。工事を了承して工法だけに問題があったような、こういう言い方はやめてもらいたい。穴を開け切断する工法がダメだと言っているのなら工事もダメに決まっているではありませんか、怒りの声ですよ。私これ今日ね1回だけこの京都市がまとめられたこの説明経過だけでねこれ議論を終わりにすることできないなと思っています。これだけ真っ向から京都市がまとめた経過報告書は嘘であると、偽りであるという抗議の声が当事者から出ている以上はですね、私はぜひねこの当事者の方にもその経緯についてはしっかりと当事者としての説明も議会として聞かせていただいて、そして行政として私はこれ不作為なかったかということはしっかり検証する必要があると思います。これはぜひ他の委員の皆さんのご意見も賜りたいというふうに思います。私結論としてずっと作家の意向を尊重するとおっしゃってますけれどもね、工事することは了承された、こういうことを一つの理由として、作品を破壊することはなんとかやめてもらいたいという、痛切な作家の叫びをこれ踏みにじったと、そして議員には作家の了承は得られたんだなと理解させる説明を行うなど、この2つ取ってみると、およそ詐欺まがいの行為と、あまりにも卑劣ではないかと思わざるを得ないんですね。これ行政として局長市民に胸を張れますか、いかがですか。吉田局長。今日の報告につきましては私どもの方もこれまで作者側と のやり取りにつきましては先生方にしっかりとお伝えをしなければならないということで、この時間をかけて確認を作業をしてきたところでございます。特に7日8日のやり取りにつきましては複数のものからも我々も意見も確認事情の聴取もしておりますし、その中でのこの経過と経過説明を先生らの方にご説明をさせていただいているというところでございます。
ですので、作者側の方が、まあ、こういった言い方はしてないということでの反論とをされているというところでございますけども、私どもとしましてはこれは、事実として我々が把握をしている内容を先生方の方にご説明をさせていただいているというところでございます。でこれまでから作者側の方とはいろんなお話を させていただきました。結果的にその保存とあちらの方からご提案をしていただくということにつきましては、先ほどから副館長が答えてますように安全性の確保という面での、公共工事としては採用できないという旨についても細かくご説明をさせていただいているというところでございます。公共我々としましては安易に簡単にこの判断をしてきたというものではなくて、いろいろ業者の方の安全性の確保というところからも確認もしながら、それから作品は再展示をするために移設をするということで、我々も最大工期等の調整もしながら今に至っているというところでございます。確かに先ほど私ご説明をさせていただきましたように、最後の工法の部分でですね、我々は美術館それから作者側ともこの工法が一番最適であるということについての説明をさせていただいた、それについては納得をされてないということは事実でありますし、そこの部分についての説明は先生方の方への説明ということについては説明が不十分であったということは先ほど来ご説明をさせていただいて謝罪をさせていただいているところでございます。我々といたしましてはここの部分しっかりと確認もしながら、市民の方にもこれまで作者側と京都市がどのようにお話をしてきたのか、それから今後どのような形で再展示について協議をしていくのかということについて今回ご説明をさせていただいているというところでございます。倉田副委員長。はい、再展示などとおっしゃいますけれどもね、作家との信頼関係をこれズタズタになってんじゃないんですか。作家はですね、作品が破壊されてるわけですよ。その A 候補 B 候補 C 候補でどれがいいですかという話じゃないんですよ。絶対に手を加えてもらっては困るといったことをあなたたちはやったんですよ。そのことに対する痛みもないのかと私は思います。本当にこれで美術だの芸術だのって発信するんですか。先日も、日中間の文化交流行事、私も出席させていただきました。それ主催してやっている京都市の文化性が問われる重大問題だというね、受け止めが私は必要だと思うんですね。私は真剣に心配してますよ。まあ、今回のことでこれから京都市が文化芸術発信する力、これどうなります。その信頼性、本当に強い危機感を持ってますよ。美術品を何があっても守ると、市長に掛け合ってですね、いやここはもうちょっと時間くれと、経費がかかったとしても今は仕方がないんだと、将来的にこれからの京都市美術館の存在価値が問われる問題だと掛け合ったんですか。どうですか。吉田局長。これまでその経過のこの中にもございますように、私どもこの、昨年度来からのお話、それから、まあ、レストラン工事の変更等ございましたので、それ以降につきまして、作者側とのお話をさせていただいているということについてはこのご説明の通りでございます。で今この8月の7日8日、この時点でどうしていくのかというのではなくて、我々5月のこの24日先生方の方にご説明をさせていただいた以降、このことについては我々もしっかりとというか、まあいろんな広報等につきましても議論をしてきたというところでございます。で再展示の広報につきましても、いろいろその経費を工面調整をしながら、なんとかその頂戴である作品を、移設できるということでのその経費の調整も図ってきたというところでございます。我々のそういったところにつきましても、作者側の方にはお伝えをさせていただいているというところでございます。またそこの部分いろいろ確認もしていきながらということでございますけども、先ほど来からの言っております最後のところでちょっと私どもの方もしっかりとお伝えができてなかったというところについてはございますけども、これまで十分に我々作品についてどう考えていくのかということにつきましては、広報面もつきましても市全体といたしましても報告もしながら対応をしているというところでございます。倉田副委員長。はい、これで最後にします。
やっぱりね、美術館ですからね、美術品をいかに守るかと、その価値をいかにですね、やっぱり高めていくかと、まあ、いうことに尽きると思うんですよね、どう考えても。そうでないことをしながら文化芸術を喧伝しても説得力持ちませんし、まあ、共感も得られないと、まあ、大変遺憾に思います。以上で終わります。はい、ただいま先ほど倉田副委員長から要求のありました、委託業者事業者との契約内容の詳細につきましての資料については理事者提出できますか。川口担当部長。はい、準備させていただきます。提出できるということでございますので、委員会資料として提出を求めることにご異議ございませんか。ご異議がございませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれましては、なるべく早く提出していただきますようにお願いいたします。進行いたします。江村理事委員。はい、よろしくお願いします。まず、伺いたいのが、その、まあ、1988年に、当時の京都市として2000万円の金額をかけて購入されたというところなんですけれども、その時にこう、作家さん側と、まあ、今後何らかの形で、このモニュメントを、手を加えていく可能性がある時の議論というものが、その、まあ、きちんとされていたのか、また当時ですね、それがこう議会にこう報告されて何らかの議事録等が残っているのか、このあたりについてはいかがでしょうか。川口担当部長。はい、作品設置当時の、作家および議会との調査の状況についてでございますが、まず残念ながら当時作家との協議をどのように行ったかということにつきましては、現時点で資料が見当たらず、今ちょっと報告することがちょっと難しい状況でございます。でまた議会にどう報告したかということにつきましては、申し訳ありません、ちょっと不勉強で私もまだ確認しておりませんので、改めて資料のある範囲で確認していきたいと思います。江村委員。はい、ここの部分が非常に重要だろうなと思ってます。で京都市としてやはりこう一定他にも市内にモニュメントというものがありますので、ここで、まあ、もちろん作家さんのご意向を、きちんと踏まえていくという市としての配慮も大事ではあるんですけれども、しかしこの市内でたくさんのあるモニュメントの中で、こういったこう事例一つ一つがこう起こってこういった議論まで発展をしてしまいますと、今後の、まあ、いろんな意味での市の身動きというのが非常に取りにくくなってしまうという認識もあります。これまでにですね、こう、まあ、文化市民局さんですので、まあ、たくさんのこうモニュメントの設置の部分携わっておられるところもあるかと思うんですけれども、こういった、まあ、一定のこう着手をしていかなければいけない事例において、こう何らかのこう、まあ、作家さんとの、なかなか意見調整で困難を極めてであったりとか、こうそういった事例を把握はされていたのでしょうか。川口担当部長。はい、移設等が必要になって、作家側との調整が難しい案件があるかというご確認だと思うのですが、まず私たちが関係といいますか市の中で確認した範囲では特に見当たりませんでしたし、で、まあ、参考のため他にも他の美術館においても、まあ、こういうことがあればぜひと思って調べてみたのですが、調べた範囲ではそういう事例はございませんでした。江村委員。今回 の, まあ、美術作品の件もですね、当初 の, この経過を拝見しておりますと、まあ、ずっとこう了承していただいていたと。ただ、まあ、そこからこう今年に入って、まあ、今年の春に入ってなかなかこう厳しいというようなことが作家の方からご意見が述べられて、またそこで、まあ、一旦立ち止まってこう調整再検討を進めていかれたという経緯ではございます。まず最初にですね、こう京都市としてこう5分割の
の案も上がってましたけれども、この分割とあとはこの協議の上で、まあ、今回の一定の方向性として示されたこのすり鉢状の案というのは、経費としては、まあ何らかのこう、まあ、どのぐらいの差があるのか、まあ、どのくらいの金額で使われているのか、このあたりについてはいかがでしょうか。川口担当部長。はい、これは2つの、比較をする必要があると思うのですが、まず前半 の、 5つに分割するという件につきましては、まあ、一定検討もいたしてきましたので、数字がございます。でまず今年の、最初に5分割を前提としまして、契約をしました金額は1080万円というふうになっております。でこれは分割するまでということになっておりまして、再展示につきましては若干費用が発生するということには改めてなりますが、その時にとった非常に、まあ、ざっくりした条件ですが、そのほど、まあ、大きな金額、こんな1000万円もかかるようなことはないというぐらい の、 把握をしております。で次に、すり鉢状に再展示をするという件につきましては、まあ、実はこの件につきましてはまだ具体的に、まあ、どれの、まあ、すり鉢といいましても、そのカーブをどうするんだとか、取り扱う土のどれを、ボリュームがどれぐらいになるかということについて大きく公表が変わってくるというふうに考えておりまして、まあ、具体的な設計やその設計、まあ、工法をきちんとしないと、まあ、金額はちょっとまだ何とも言えないというところですが、相当の費用が発生するということは間違いないというふうに思っております。はい、そうなんです。こうすり鉢状のことが、まあ、具体的に私も図でイメージがなかなかできていないのですけれども、やはりこの工法を考えると、当初のこう、まあ、5分割よりも非常にお金経費の部分でかかってくるかと思います。であと合わせてですね、維持費というところではいかがでしょうか。川口担当部長。はい、これもその設計によるかと思われるのですが、まあ、例えばその中央に水がたまる、すり鉢になりますと水がたまるとか、まあ、ゴミがたまるということも懸念されまして、まあ、それをまあどうするんだということで、例えばその排水用のポンプをつけるとか、まあ、いろんなことも技術的には検討する必要があると思いまして、まあ、そういう設備が増えれば増えるほど、まあ、経費がかかっていくというふうな要素があると思います。江村委員。はい、新たにこう検討している案で、まあ、相当のこう経費が発生する部分と、あと、まあ、維持費もそれによって新たにこうかかってくるというところもありますので、これまでのこう経緯でずっと書かれているところ、まあ、じっくり読ませていただきました。で、まあ、いろんなこう作家さんからのこうご提案の中で、まあ、一つ一つまあ、鼻からダメということではなく、一つ一つこう検討して、こういう理由で難しいのですという回答をずっとまあ続けてこられたと思うんですけれども、この、経過説明の中で経費というところの要素が非常に抜けているなという印象を持ちました。でこちら の、 文書の方では最後にこう候補については了承が得られませんでしたが、耐震性や施工中の安全性確保の観点、安全性ですね、あとはスケジュール、そして必要となる経費などからというところで、まあ、ようやくここで経費という言葉が出てきているんですけれども、やはりこのもちろんモニュメント自身も市民の財産ではあります。ただ、それを、まあ、どのように、次維持するのかと、また公費というところも、市民の財産である市民の税金から使っていることになりますので、この観点は、ぜひ、しっかりと京都市としては着眼点を置いていただきたいと思っております。で、もともとはですね、もちろん作家の方のご意向に寄り添うことは大事なんですけれども、当初2000万円で京都市が購入したという、大前提の、経過もありますので、そこを踏まえて、そして、このモニュメントの1点だけに限らず、市内であるたくさんのこうモニュメントに対して、今後、京都市がどのように向き合っていくかということも含めて、今回のご判断をいただきたいと思います。で、最後にですね、一応確認をしておきたいんですけれども、まあ、今回の、方向性が、示された上で、改めてこう作家の方と、どういったこう今後さらにこうまた地震が起こったりですね、何らかのことが起こった時に、京都市として、どういう対応をしていくのか、また京都市の方で一定の判断をさせてもらいますというような文言も加えるのかどうか等について、どういうふうなこう契約取り決めをされるご予定なのでしょうか。これについて最後伺いたいと思います。川口担当部長。
はい、今後京都市としてさまざまな彫刻にどう向き合っていくかというご指摘というふうに受け止めております。まず先生ご指摘の通り物は買ったらしまい作ったらしまいではなくて、あと後年の負担が発生するということは非常に重要だと思っておりますし、それが税金、市民の皆様に最終的にはご負担いただかんなんということも肝に現に銘じておかなくてはいけないことだというふうに思っております。その意味から、新しい経費支出を伴う場合にはですね、議会にきちんとご説明してご了承いただくという手続きが非常に大事になってまいりますので、今後ともその、議会に十分ご説明した上で、判断をしていくというふうにしていく必要があると思っております。それからさまざまな、確かに京都市内にはさまざまな彫刻といいますかがございます。ただ、所管管理者がそれぞれ分かれておりますので私たち文化市民局で全てを管理しているわけではありませんが、今回の起きたことは同じようなものがあるところには共通することでありますので、他局とも連携しまして、先生からご指摘いただきましたような経験に市民の貴重な、税金からいただく予算を、効率よく使えないようなことがないように、その点は連携を図っていきたいというふうに考えます。はい、進行いたします。伊坂委員、先ほどからずっと議論されている点なんですが、8月8日と9日で2日間にかけて、でこのモニュメントが、切断をされたということでね、これまでの状況とそれ以降の状況は質的に、大きく変わっているということの、認識をまずしていただきたいというようなものです。で私的に整理をしてみたんですが、3つの点があるというふうに思うんです。つまり1点目は、これまでは、安全のために移設とか移設するためには切断するしかないというところから始まった議論でありますが、それを言ってた段階からね、今回切断行為が実行されたという点ですよね。で2つ目に、京都市が自ら収蔵している美術品で、これは先ほど市内のモニュメントの話もありましたけど、でそういうものと違うのはやっぱりね、美術品収蔵品としてモニュメントは存在していたということでありまして、でその、値打ちを、根本から破壊するものであったと、この切断行為はということだと、こういうふうに言ってほしくないというふうに、部長おっしゃいますけど、これやっぱり、前代未聞の暴挙だと思うんですよ。収蔵品を自らの手で壊したわけですからね。で3点目は、作家や関係者の声や、あるいは議会のさまざまなやり取りを受けて、美術館と作家側で交わした21日の確認書、この確認書の中身が結果として保護にされたという点ですよね。この3つの点が重大な点であるというふうに思うんですが、私まず最初にお聞きしたいのは21日に交わされた確認書の件です。でこの確認書に至る経過と、この確認書が、行われた合意ですよね、これに対する重みは美術館として京都市としてはどういうふうに認識をされていますか。川口担当部長。はい、確認書を、取り交わすに至った経過と、その意義ということについてだと思うのですが、まず確認書の、取り交わしに至る、過程といたしましては、当初、5月の、24日に、ご指摘を踏まえいただいてきましたことや、5月の末に、作家の方から、分割をやめてほしいという声があったことを踏まえまして、そしたら分割しない方法について幅広く検討するべしということで、作家と協議を始めたところ、作家の方から、最初といいますか、協議の前半においていただいておりましたのは、作品に何も手を加えないということを繰り返しご要望いただきました。ところが作品に何も手を加えないというのは、これはもうある意味その危険性が何ら改善されない、京都市として
まあ、美術館としてそのもし地震があったらどうするんだというところの根本的な解決は何もならないというところでして、この何も手を加えないというのは確かにその作家のご要望であるのですが、まあ、安全性の確保という観点からすると、まあ、これはちょっとその何とも致し方がない対応が仕方がないというふうに判断をしまして、まあ、そうしましたところ次には補強して残してほしいという案が出てまいりました。でこの補強の方法というのをまあ具体的にいろいろ作家と意見交換しながらあの検討していたわけですが、やはり補強ということになりますと、あの22トンという作品、まあ、日本でいうと44トンということになるんですが、これを支えられるだけのコンクリートというのの量、まあ、すごい量になってですね、まあ、あの今 の, その作品のところにそのコンクリートをまあ持ってきたらいいのかということも決してそんなことはないと、まあ、地盤が持たへんということがまあだんだん分かってまいりまして、まあ、そういうふうなまあ現地保存も難しいと、そういうプロセスを踏まえまして、まあ、作品のまあ形、あの細くて長いあの形、まあ、あれがですね、まあ、非常に重要だということで、あの形状をできるだけ損なわないようにするにはどうしたらいいかということを、考えようというのがあの確認書の段階でして、まあ、それをあのなんとかあの取り外して安全な 方法でまあ再展示をしようと、今のままでは、安全性が確保できないので安全な方法で再展示をする方法を、まあ一緒に考えていこうということを約束確認したのがあの 確認書の意義であるというふうに考えております。久坂委員、まあ、あの至る経過についてはもう何回も繰り返し今朝あの朝からやってる点なんでもうこれ繰り返しませんけど、私思ってるのはね、この確認書は京都市にとってどういう重みを持っているものなのかと、そういう意味での、ね、意義と位置づけなんですよ。いかがですか。川口担当部長。はい、大変失礼いたしました。この確認書は、美術館とそれから作家の側が、まあ、同じ方向を向いてあの仕事をしていく、すなわち私たちとしてはその作家とあの寄り添っていくと、そういうあの判断にのもとに、まあ、交わしたもので、まあ、できるだけその、まあ思いを受け止めるという決意を持っております。伊坂委員、だから双方の話し合いの上で今おっしゃったけども形状を損なない形で保存をしていくということでやり取りした上での合意なわけでしょ。でこの確認書の中にもあるけど一旦取り出して現在地での再展示をすると、いいですか、一旦取り出して現在地での再展示をするということで、ね、合意をしたわけですよ。でこのことはお互いが確認したわけでしょ。これが、ね、出発点にならないとあかんわけですよ。ところが、ね、結論はそうなっていないと。でそこが、ね、そごが起きてるわけですよね。で聞きますけど一旦取り外すと取り出す、ね、一旦取り出すということの持っている中身ですよね。これ何を指してるんですか。川口担当部長、はい、まあ、このまずその一旦取り出すということにつきましては、その今の作品を、基礎から取り出すという趣旨でございます。社会基礎から取り出すわけでしょ。じゃあね、皆さん方がやった根元から、ね、切り離して切り倒したっていうのはね、同じことですか。川口担当部長、はい、基礎から地上部を、まあ、から切り離すということに、まあ、至った経過でございますが、まずそのこの確認内容そのものですが、まあ、こちらには、まあ、最初の、まあ、2行の、まあ、前書きみたいなものがありまして、あと、まあ、3行の、まあ、中身ということになっておりますけれども、そもそも大前提としまして市役所公共工事として発注して行う以上、安全性の確保や予算の制約というのは大前提でございます。でその中で、私たちはその当然これを交わした時も何遍も確認をしておりますけども、この文言が先にあったのではなくて、できるだけ今先生からもありましたようにその作品を取り出してほしいと、で可能な限り現状を維持してほしいという大前提があって、まあ、これを文書化したわけですけれども、私たちとして美術館としては当然その先生のご意向に沿いますようベストは尽くしますけれども、やはり物理的な限界、安全性の確保、その辺の制約はありますよと、そういう前提のもと、
まあ、指導することですから、無条件に何もこの書いてある通りに 100% できるというものは当然ございませんので、やはりその安全面や、経費の問題、まあ、そこの制約はありますよということの上での話でして、その、まあ、確認書を取り交わすあの時点、私もその場にあの おりましたが、確かに繰り返しその根元から掘り出してほしいという要望はありましたけれども、当然私たちでも作家の意向 100% あの尊重するのを頑張るけれども、その保証はできませんよと、技術的な限界もありますと、そのことは繰り返し伝えた上でこの確認書を交わすに至っております。伊坂委員。そんなね、子供騙しみたいなことを言ったらね、ダメですよ。さっき確認したでしょ、この確認書の核心は何なのかと。一旦取り出して再展示をすると、その取り出しとは基礎からの取り出しだと、こういうことを確認したわけでしょ。ずっと議論やってきたんですよね、美術館と作家側っていうのは。その上での合意がここなわけでしょ。でもう一度ね言いますけど、取り出しっていうのはあくまでも現状維持して再展示をするね、前提なんですよ。で富樫先生は、ね、すり鉢状の、ね、提案が美術館の側からされた時にはね、難色を示されたわけですよ。なぜならば形状が変わってしまうということで、ね、そのすり鉢状については難色を示されて、現状での保存っていうのにあくまでこだわってらしたわけですよ、協議の最中も。だけども作家側の、ね、すり合わせと、もう一度美術館とのやり取りをしていく中で、ね、切断せずに基礎部分から取り出すっていうことで合意をしたから、富樫先生は納得されてあの確認書を交わしたわけでしょ。それがね、確信なんですよ。あ、今になってね、あれやこれやって言うけど、その段階では美術館側もこれが最善最良の方針だということで判断したから、そのね確認書を交わしたわけでしょ。それをね、なんで頑張らないのかというのもんですよ。そこがね、私はどう考えてもどう聞いてもね、納得いかないです。あの確認書はね、何だったのかと、その場しのぎのものだったのか、今の説明からすると子供騙しのような説明をしてね、やっぱり後で検討したけどダメだったということにはね、私はならないと思うんですよ。もう一回聞きますけど、あの確認書っていうのはね、そんなに軽いものだったんですか。川口担当部長。はい、あの確認書の、まあ、内容といいますか、その、中身といいますか、その結ぶ経過も含めたなのですが、あの今先生からその、根元から掘り出すことが前提であると、確認書の前提であるというふうなご指摘をいただきましたが、あのこれは私だけではなく、あの美術館全員そういうふうに思っておりますが、あの確かに根元から掘り出してほしいと、まあ、そういうふうに何度も要望があったのは事実ですが、同時にそのことはあの私たちも繰り返し、それは難しいということは、これ実はずっとお伝えしてきていることでもあります。でその、まあ、確認書の段階でですね、まあ、私たちある意味その、まあそのまあ、非常に難しいという、まあ、ことも分かりつつ、まあ、それを何度も説明しつつ、まあ、でもそれはあの検討は十分しましょうというのが、そのこの方向性、今後 の作業の方向性を確認したのが、まあこの確認書でして、その一本の形のまま根元からあの取り出すことを約したというものではないと、まあこれはあの私だけではなくて、まあ美術館での確認です。伊坂委員。もうその段階でね、作家側と判断評価が、ね、ずれてるじゃないですか。富樫先生含めて作家側っていうのはそういうことで合意ができたと、お互い歩み寄ってということで、それを出発点にして今後協議をしようということで理解をされてるわけですよ。だけども後になって、今になって、いやあれはそういう方向性は言ったけども、それが結論ではないというふうに言われたら立つ瀬がないじゃないですか、ね、そこだと思うんですよ。だから翌日の新聞報道で可能な限りその候補でやるっていうふうに、ね、新聞が美術館を取材してそういう記事を書いたということで、ね、富樫さん含めて作家側っていうのはね、
俺ら確認事項と違うでということで、すぐに美術館の側に、ね、協議に来られたわけでしょ。でそういうことをやったらね、やっぱり私はあかんと思うんですよ。だからずっと根底にはね、共通するものがあると、あるいは美術品だと言うんであれば、美術品としての価値と値打ちを損なわないように最大限の努力をするっていうことでね、最後までやるべきことだ、そこだと思うんですよ、京都市の責任っていうのは。そこのところの認識はね、俺ら違うと思うんですけど、どうですか。吉田局長。今の、副館長の方の、答弁ちょっと補強させていただきますと、先生おっしゃってますように、まあ、可能な限り確認書の中で我々認識をしておりますのは、可能な限り現状を現状を維持することを原則ということでお話を作者側ともお話をさせていただきました。で確かに作者側の方からは、掘り出しということもございました。で我々それを無視して切断をしたということではなくて、この、掘り出しということが根底そこの方からできるのかということにつきましては、我々も、施工業者の方にも確認をいたしました。で、その結果、その地上部については、膨大な質量のコンクリートになってまして、逆にそれを、そこをこう破壊をして砕いていくということになりますと、かえってその作品が保持ができないというようなという意見も、お聞きをしました。でそういったことも含めて作者側の方にはご説明をさせていただきました。ですので我々としましては、その出発点は確認をしてきたところでございます。これを保護にしたのではなくて、この確認書に基づ確認書にある中、それからその確認書に至る経過も踏まえて、我々は作者側とも施工業者の方とも確認もしながらやってきております。で例えばその経費 の経過の中でも一番最後のページにございますように、8月の7日に協議も作家がとの協議で、ここ長時間にわたっておりますので、休憩ということを入れております。その時にも一旦休憩をして、我々の方もう一度施工業者にも地中の掘り出しの案ということが本当にできないのかということの確認もさせていただいているというところでございます。やはりそれでもやはり困難であると、安全性ということもやはり我々重要いかなければなりませんので、その旨作者側にもお伝えをさせていただいたというところでございます。伊坂委員。でそれではね、8月7日の協議について伺いますけど、長時間にわたる協議ということで、本文にはそういう表現だし、で横長の方には、ね、もうちょっと詳しく書いてありますけど、美術館の側が8月7日に作家側を呼び出したわけでしょ、3人を。でそこで協議をしたと。長時間にわたる。何時から何時までやったんですか。川口担当部長。はい、午前11時半から、午後6時、少し回ったところでした。伊坂委員。11時半から6時過ぎまでやったわけですよね。まあ、当然その途中では今あったように休憩もされたと。相手富樫先生は80歳を超えた高齢の方でしょ。延々6時間7時間に及ぶ説得を皆さん方はやったわけなんだけど、なぜねそんだけ長時間かけなあかんのですよ。8月7日にどうしても結論を出さなあかんかった理由は何ですか。川口担当部長。はい、作品の取り外し工事、これを、できる期間というものが限られておりまして、着工せざるを得ん期日が一つ近づいているという状況でございます。伊坂委員。そうでしょ、工期の関係、ね、工期のスケジュールありきで8日にはその切断工事の着工をしたいというところがあるから、7日間に7日にそんだけ長時間にわたって話をしたわけでしょ。これってね、人道的にね、私はね疑義あると思いますよ。しかも休憩を挟んでその後に出されたのが根元から、ね、切断をすると、そのためにアンカーをぶち込むということわけでしょ。アンカーをぶち込むっていうことは、まずその段階で作品に対する破壊だと、もう富樫先生にしてみたら団長の思いですよ。
でその上で基盤の上根元から切断をして横倒しにすると、これが出されたわけでしょ。到底これはね納得できないなると思うんですよ。だから確認書の核心点、合意は何だったのかと、そしてこの切断という提案をするにあたって、私はいろんな意味で道義的な責任を美術館の側は持っているというふうに思うんですけど、そういう点での、ね、反省というのはありますか。川口担当部長。これのちょっとそもそもみたいな話になって申し訳ないんですけども、まずその確認書の内容というものがそのあくまでも今後 の、 その、検討の方向性を確認したものであるということにつきましては、21日の時点でも私たちはそういう認識でしたし、それから今日 の、 委員会資料の方にもちょっと載せさせていただきましたが、実は翌週21日の翌週27日にこれは作家側からの申し入れを受けまして、私たちその確認書の再確認というようなことをしましたが、その際にもこれはその検討の方向性の確認だと、いうことを抑えておりますので、その確認書でその取り出すことを確約したものではないということはご理解をいただきたいとまず思います。で次にその、人道的という言葉をいただきましたことは重くちょっと受け止めねばならんなと思いますが、確かに当日 の、 協議が非常に長時間に及んだのは事実ですし、私たちもその、一定の時間では、切らねばならんというところは当然ありましたが、ただ私たちとしては先生の側からですね、意思表示をいただく上形で、切るべしと、でできるだけ私たちは議論したいと思ってましたし、自分たちの思うことを聞くだけでなくて言うだけでなくて、作家やその一緒に来ていただいた方の思いも、真摯に受け止める、お聞かせいただく必要があるということで、できるだけ丁寧にお話を聞くべし、お互いにそのきちんと意見交換をして合意を目指そうということで、結果的には長い時間になりましたけれども、何もその人道的に問題があるというようなことをその、に結びついたということではちょっと違うのかなというふうに思っております。伊坂委員。私人道的に言ったのは、長時間にわたって80歳を超える戸貝先生を拘束して説得をしたということを言ってるんであって、道義的な責任って言ったんですよ。あくまでも確認書は核心点はそこにあるのに、でそれを、一方的に変更したのは美術館の側でしょ。首かしげるけど、そういうふうなやり取りが前提としてあったから、根巻候補を含めて、いろんな候補を提案をし、もう業者の名前は言わないけど、大きな建設業者の人とやり取りをして、そういう候補は可能だということで、美術館の作家の側っていうのは、それも含めて提案したけど、それはほとんど一行だにせずに、それは無理だということでやったわけでしょ。一緒に協議をしようっていうテーブルまで作ろうって言ってたはずですよ。私はそういうふうに聞いてるから。でそういうことをしないまま8日に着工したいという期日ありきで、京都市の側の提案を一方的に押し付けたと、結論として、それは私は道義的な責任だというふうに思ってるんですよ。これはどういうふうに言われようと私の気持ちは変わりません。その上でじゃあもう一つの問題は、7日の協議を一旦打ち切って翌日返事をすると、翌朝ということで、翌日の早朝に美術館の側から作家側に連絡をしたと。でそのやり取りの中で4ページの報告書にありますけど、広報には納得できないが、こういう広報しか選択できない美術館の立場は分かると、美術館の立場は分かると、こういうふうに回答があったと、ここに言ってるんですけど、これ電話のやり取りでしょ。記録っていうのはないでしょ。電話した方の、記憶でしょ、誰が電話をしてどなたが答えたんですか。
川口担当部長。今の8日の朝の電話のやり取りについてでございますが、電話をさせていただいたのは私たちの学芸課長、お答えいただいたのは作家 の一緒におられる岸氏です。伊坂委員。そういうふうにおっしゃるけど、ね、岸さんに聞いたらね、そういうふうには答えてないというふうに言うわけですよ。だからね、言った言わなかったっていう話はね、私はしたくないんですよ。だけども美術館の側からの情報でしかないんですよ、この報告書に書いてあるのは。だからさっき倉田さんが言ったように、ね、じゃあ作家の側はどういうふうに答えたのかっていうことも含めて材料提供してもらわないと、吉井議員が言ったようにね、ほんまに私たちはあなた方を 100% 信頼して、あなた方が報告しているもので全て判断をする、ね、材料でいいのかということになるわけですよ。だから作家側は、ね、それについて、ね、で工事を了承したと、広報は了承できないけど工事は了承したと、こういうふうにしきりに京都市の側がいろんなところで言うけど、ね、一旦工事を了承したというふうに言えば、そのことが一人歩きをして作家の側が認めたと、こういうふうに、ね、言われるのがかなわんから、そういうことについては、ね、最後まで拒否をしたと、7日のやり取りの中でもこういうのをおっしゃってるわけですよ。じゃあどうなんですか、報告書で、ね、工事着工に至る本市の判断というところで書いてあるのは、ね、一連の対応を検証した結果、作家側は広報は了解されていないものの、移設工事着工についてはやむを得ない状況であることを認識されていると判断したと。何ですかこれは。一連のやり取り、つまり工事着工のやり取りの中で、作家側はこういうふうに認識をされてるっていうふうに美術館の側が判断したと。でこの判断をもって着工の結論にしてるわけでしょ。これが 100% 信用できるのかっていうことをね、私たちは思ってるわけですよ。私はそういうふうに思ってます。これは美術館の側の主観的恣意的な判断でしかないんじゃないかと。これが一人歩きしたら、それこそ作家の側は、ね、了承したっていうことの情報が一人歩きして世論がミスリードされると、そういうふうに思っている人が議員の中にもね、何人もいるわけでしょ。これでいいのかと。もう一回聞きますけど、作家側がやむを得ない状況であるということを認識していると判断をしたと、誰が何を根拠にして判断したんですか。川口担当部長。はい、当日 の判断についてでございます。でまず、この、件につきましては資料にもございます通り、8日の電話だけのことを踏まえたものではなくてですね、7日に長時間お話をさせていただく中で、今回着工しなければ作品の取り外しというものが物理的にできなくなるということは共通理解として、お互い何も変わるところはないという前提でございます。でそもそもこの件につきましては当日も押し出したことでは決してございません。かなりの余裕を持って、すなわち7月中旬にはお伝えをしてたことですし、その後、お会いするたびにこれ期日がありますよねということはずっと確認してきておりまして、いずれかの時点、すなわちその、本当は7月に着工したかったわけですけれども、7月を超えた時点ではですね、もう当然、工事があるということは共通理解であったというふうに思いますといいますか、そこは何度もお伝えしてますので僕は揺るがないというふうに思っております。でそうやってその作品の形を保ったまま取り出そうとすると何らかの形で着工せざるを得んというところは何も争い事ではなくてですね、確かに広報やり方については意に添えないものにはなっておりますけれども、作品をできるだけ残すという観点、その目的のためにはこの、8日には着工が必要であるということについては作家も了解はされているというふうに私たちも考えております。でそれからその、作家がそういうふうに言ったから、着工したというものでは決してありませんでして、これも資料の3ページ目にございますが、
私たちとしては作品の耐震性や施工中の安全確保の観点もろもろから市の責任として、まあ、着工判断したということでございます。伊坂委員。いや、私が聞いてるのは作家側がやむを得ない状況だと、そういうふうに認識をされているということを、ね、判断したと。その作家側の認識を判断したのは誰が、何を根拠に判断したのかって言ってるんですよ。川口担当部長。失礼いたしました。この資料で申しますと、その、作家がその、まあ、工事が必要であるということを認識されているという判断は、7日の、私たち具体的にずっと長い間協議をしたわけですから、その中で何度も確認をいたしました。もうこの時点で着工しないと外せませんよと、それ分かってもらってますねということを何度も確認しまして、その現場での確認のに基づいて判断をしておりますし、その確認、そういう認識だったよねという各所は、その私たち作家にと協議しました美術館職員、私が4人ですけれども、4人で再確認をして確かめております。伊坂委員。美術館の職員4人の判断でしたんですか？局の判断はなかったんですか？吉田局長。7日の日の状況、それから8日の朝の確認については局の方としましても、今副館長がからご説明があった内容については我々も報告を聞いております。これまでから の、まあ8日7日だけではなくて、それ以前からの経過につきましても私の方も私どもの方も確認をしておりますので、その中で報告を聞いて、それでその状況であるということについては確認をしたところでございます。伊坂委員。今もあったように局長もその判断に関与しているということですよね。もう一つ聞きますけど、でこの報告書の中で所有者である京都市の責任として着工判断したと、美術館というふうに書いてないですよね。この京都市というふうに書いてあるのは、この京都市は何を指しているのかということと、ね、所有者というのは何に対する所有者なんですか？川口担当部長。はい、この所有の対象は屋外彫刻作品でございます。でその、京都市というのがその、どうご説明したら、自治体であるとかそういうふうに申し上げればよいのでしょうか。ちょっと京都市と、その所有の主体が京都市であるという趣旨でございますが。伊坂委員。いや、単純に聞いてるんですよ。美術館という表現じゃなくて京都市の責任で判断したと。でこの京都市っていうのはね、何を指してるんですか？誰を指してるんですか？吉田局長。当然美術館のみだけの判断ということではなくて、先ほども言いましたように局の方にもこれまでから報告は聞いておりますし、この件についての報告も聞いております。私ども局の方といたしまして、こういった形での判断をさせていただいたというところでございます。伊坂委員。局全体の責任だとということは確認しましたが、本来ね、京都市の責任というふうに言った場合に果たすべき責任は、倉田議員も言ったように収蔵品である美術品を命を懸けてでも守るっていうのがね、私は本来の責任やと思います。で作家の意思に背いて、ね、それを切断するっていうのはね、京都市の責任ではね、私はないと思います。で最後に聞きますけど、私京都市にこだわってるんだけども、一連の、ね、この経緯と最終的な判断っていうのは市長にはちゃんと伝わってるんですか？吉田局長。この件につきましては非常に先生方の方からもいろいろとご意見を聞いております。そういった点からこの経過等につきましては、経過それから我々の方向性につきましては市長の方にもお伝えをさせていただいているところでございます。伊坂委員。ということは最終的に8日着工したということについては市長も報告を受けて、市長もそれについて異を唱えていなかったというふうに私は聞きました。だからこそ
京都市のトップ含めたオール京都市の美術芸術に対する責任の取り方っていうのはね、今回ねよく分かりました。こういうことだということを念頭においてね、私はこれからの3年間かけた再整備、再展示ですよね、再展示の協議がどういうことになるのかしっかりね見ていきたいというふうに思います。以上です。はい、平竹政策官。最後におっしゃった点でございますけれども、やはり今回のケースというのはやっぱりその収蔵品、この作品がですね非常にまあ長大で、まあ大きなものであって、かつその、まあ、安全性にまあ懸念があるというふうなことが、まあ、調査の結果分かっているというふうな非常に稀なケースだというふうに私ども思っておりまして、そういった中でその、まあ、展示を安全に展示して、安全にそれを観覧していただくというふうなことも美術館の務めの一つでございますので、そういった中でやはり我々としては、まあ、大変悩みながらも苦渋の中でこういった結論に達したということでございます。伊坂委員。最後にね、そういうのをおっしゃるんやったら、8、9と工事を終わった後、冨樫先生は美術館に行ったでしょ。そこで冨樫先生は何を言ったか、2000万円の寄付をね、再整備にあたって冨樫先生はしてるわけですよ。それは最初の設立設置の時の2000万とは別ですよ。2000万円に寄付をされたわけですよ。その2000万を使って、ね、線香を買って、ね、モニュメントをね仮装にしてくれ、こういうふうに言い放って冨樫先生はね帰られたんですよ。そこまでね冨樫先生はね、この作品に対する思いとこの行為に対する、ね、怒りの思いを持っていらっしゃいます。そういうことになった経過から考えたら、ね、本当に、ね、作者の思いを最後まで尊重するとこういうふうに言ったけど、最後でそれはね叶えられていないと。だからこそ、ね、これから、ね、再展示をするっていうことで、ね、作家および作家側と協議をするとこういうふうに言ってるけど、それはね並大抵のことではねいかないと思います。そういうことを心して当たっていただきたいと思います。はい、通告された方は4名でございますけれども、その他にこの案件についてございますか、あと他にございませんかね。ちょっと正午になりますけれども、昼からでもよろしいですか。はい、じゃあ、1時まで、暫時休憩をいたします。